ちゃうか、はい、ですね、はい、13度ですね、13度、これになると今度は海藻って入ってきてるんですけど、はい、またそのベタで何の便もひねりもないキーワードで申し訳ないですけど、経験からの知恵の上流っていうふうに見出しをつけてみました、辛抱がコテージのポーチで揺られている年老いた船長、キーノートが遠い過去の危機と喜びの穏やかにされた心の追憶というものですが、その今の前の12度その、まあ、ラグジュアリーなんだけれども結局は画一化されたものであって、まあ、それはファッショナブルとか流行的なものでもある、そういったものに一つこう、ね、楽しみを見出していったっていうのが12度ですが、今度はそういうとこからもまた今度は降りてしまうような格好でね離れてしまい、今度は自分の中に端的していくというね、そこでその自分の中の、自分の中に端的するっていう何かね、その階層を繰り広げていって、で自分の経験からこうね知恵を上流していく、知識を上流の国とか吸い上げていくというかね、ピュアなあの知識をこう結晶化していくというかな、そういったような状況へこう進んでいくフェーズですよ、階層の中でということで、ですね、あのちょっとこれ混じっちゃうとごっちゃになっちゃうかもしれないんですけど、はい、天秤座でも他に上がった船長って似たような度数なかったでしたっけ、なりましたね、ちょっとそれを引いてみましょうか、多分だから意味合いは全然違うんだけど、ね、サビアンってねたまにね細部を言わないと似たような年いっぱい出てくるんですよ、ですよね、ちょっと誤解しちゃうとか略して船長とか言っちゃって、ね、どっちみたいな天秤獅子みたいなねそういうのが結構出てくるとは思うんですけど、だからそれはそこの一度だけ取り出してもやっぱりダメで、前後の流れを見ないとあの細かい意味合いって出ないですね、ないですね、でその天秤の17度の、船長、お金上がった船長だっけ、そうですね、仕事を退いた船長が港に、そうです、港に出入りしている船を見ていると、まあ、これは本当に、まあ、これもまた追走なんですけれども、これはちょっと破れた感じでした、自分、そうでもないですね、なんだ、自分がそやっぱりその船その前にそうやって船でいろいろ冒険をして、あの外で歩いてる外の世界を見て見聞してきてるわけなんだけれども、そこでこうやってきたこととかその戦いとかそういったものからこうやっぱりもう身を引く降りてしまう、まあ、ある意味本当は近いんですよね、だから度数的にはちょっとそんな17度と13度だからね、あのアスペクトを取るわけでもないんだけれども、でそこで、あの天秤17度になったらどういう方向に行ったかっていうと、そこでこう、まあ、ひたすらそこで自分のこう内省にこう端的していくという、ね、そっちにこうフォーカスがあって、でそれとともに逆にですね、それとともにさらに人に対しての共感っていうのはそこで示されるわけですね、天秤らしい感じです、うん、自分がそうやってやってきたことからこう身を引いて退いたから、じゃあ今そうやってやってる人たちについてこう、まあ、あの穏やかに生温かく見つめるというか、そういったような状況がこう示されてるっていうのは、獅子はさっき言ったみたいに自分の中へってものがもっと強調されるですね、そこで端的というのはやっぱその階層を繰り広げていく中で、じゃあ自分がやってきたことは何なのかって、それを掘り下げて、そこからこうあの経験や知恵をこう上流していく、経験から知恵を上流していくというね、そういう形になっていくというのがちょっと意味合いの違いですよね、それ誰かに伝えようとかそういうことは考えてるんですか、もちろんそれがあると思います、そういう度数っていう、そういう意味合いをこの獅子13度はあるなと、なんか上流っていうとさ鈴木さんが美味しそうななんか度数で、あの大好きなやつですけどそんなことはどうでもいいみたいなやつこれキーノートちょっと読んでもらうんですよ、はい、いやさっき読まなかったっけ、遠い過去の危機と喜びの穏やかにされた心の追憶ということでね、もうあんまり激しさないのかですね、穏やか追憶の中でそれを、あの知識とかを上流していくという、
それをまあおっしゃったように、だからこの先こう伝えていくというような、そういうフェーズに移行していくんだろうなと、という感じの度数だというふうにご理解いただければという感じですね。でここに出てくる人で、はい、オバマがいるんですですね。バラク・オバマ現アメリカ合衆国大統領でございますが、そこまでの度数なのかな。なんか太陽のシンボルだけ見てたらそんなに華やかさないよねってちょっと思っちゃうんだけど、むしろ華やかではなくて、あの穏やかにこうね追走してる、回想してるっていうことがあるわけで、彼の場合はだからその自分の人生経験、例えばその黒人初のアメリカ大統領っていうね、その出自に鑑みて の背景っていうのがあるわけですし、そういったものを踏まえて、じゃあ自分が今いる大統領の立場であるということを、そういう視点からあの何を、じゃあどういったものを自分の中で蒸留してこう形にしていくのかというね、そういうことにまあフォーカスがあるんじゃねえのかななんていうふうに思うんですが、じゃあもちろんこの人は11度の流れの中にいるから、あのやっぱり共感とかみんなと一緒に行動だから、さっき言ってた年少の最後の度数なわけだから、いわゆるビジョンはあるわけですよね、本人の中で。全くそうだと思います。こうアメリカをこうするっていう、まあ、自分の政治的なね、このビジョンっていうのは強く明確にあってっていうのは、まあ、まず前提にはね、あるんだなっていう気がします。ここ開けばいいの、あちらが何開いてんのって感じ。本当だよ。どこ、はい、どこ開いてんの、はいはい、どうやん、これネットの中の違う、ね、あ、そうか、そうだね、それ消してください。もうちょっと小さくしましょうか。縮小はできない、スクロールじゃなくて、スクロールになるか。じゃあ、コントロールマイナスで。これでいいや。これでいい、所長。なんか切れる、上の方切れるし。じゃあ、ちょっと、コントロールマイナスで。何でだよ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 。さっきのでいいですよね。これ見るとオバマの、下はスペクトあるから、これで見ればいいね、はい、じゃあ見てもらうか、オバマに関してはじゃあどんな感じがまず見えるか、どんな感じですか、まずここ太陽だよね、合ってますね、61年8月4日合ってますよね、本当に一応浴室にある太陽が、13度と13度、獅子座のね、獅子13度、はい、そしてここに対するアスペクトをまずちょっと見ましょうか、そうですね、まずは、ディセンダントにそれがありの、太鼓サイン、九室海王星とスクエア、スクエア90度か、太陽と、海洋性がスクエアですよと、同じく、それとそこはちょっと取っていいのか、月とスクエア取っていいのか、それ魚初期だよね、魚初期だから月、月はね双子、あ、ごめんなさい、双子初期で、じゃあ獅子なのか、じゃあそこセクサイだね、セクサイね、そこでちょっと取るんだったらね、ちょっと緩いかも、むしろここでしょ、イッティヤギだから、そこのオポジション、オポジションあ、そっちね、月ならね、月と土星が、月、土星、木星が、インコは緑か、それでヤギか、あ、セクスタル、あのトラインか、ギリギリトラインだね、あのエレメントが違うトラインだね、サインちょっとまたいじゃってるトラインですね、エレメントが違ってトラインできた時を鈴木さんはどう見ますか、アスペクトで、
調和の意味を取るか、まあ、ハードならば、うん、ちょっと不調和を取るかっていう、うん、そのことだけを関心持った方がいいと思ってて、うんうん、アスペクトを重視するって、いやいやいや、あの、うん、アスペクトの意味っていうのはそんな風に取らないで、うん、つまりあのソフトであるかハードであるか、うん、それができてるかできてないかぐらいの認識にしといて、うん、で、あとはあのサインの意味、うん、あのサインの意味とあの天体の意味で見ていった方がいいかなと思ってますけどね。重要なのはここにね、太陽と月にできてるアスペクトはこんな感じになってますよ、うん、っていう感じですね。太陽弱いね。弱いですね、意外とね。意外と、なんでなっちゃったの。 でもだからディセンダントになってるっていうのがある意味強いんだろうなっていう気はしますけどね、そのアングルの強さっていうポイントはそれぐらいしかないのかなって気もしますけどね。なんかあれだな、そのこのトランジットが来た時にこれいつなったんだったっけ、オバマさんは。4年前でしょ、だって今年あれなんだから、うん、そしたら4年前さ、獅子座のあたりってなんかあったっけ、うん、回しますって回せないんだよねこれね。獅子に何があった、獅子はね、そしたらだから、うん、ここ今さ、女性ってさ、サソリに入りつつあるでしょう、うん、でもこの時さ、トラに入ったんじゃない、女性が天秤に入ってて、そうかな、今ちょっと待ってね、そうするとやっぱりね、有名になる時は、うん、個人天体に対して外惑星とか来なきゃダメだし、外惑星弱いんですよね、外惑星じゃなきゃダメ、ダメってことないけど、うん、あるとしてだから本人の意思じゃなくてアメリカの意思が黒人でないとダメなんだとかね、しかも、うんうん、まあ、共和党だっけ、どっちだっけ、民主党なんだけど、うん、そこの政策のなんか都合かっていった感じがちょっとしますよね。なるほど、うん、アイコンにされちゃってるっていうか弱いな、うん、本当に、ということで、まあ、8年に選挙やってて9年に就任して3年前として見たら、その頃はだから、うん、あの木星の水がね、あ、はいはい、ここに汗に乗ったのか、うん、大体ね、だよね、あの2009年10年11、12年になってるよね、うん、土星はここら辺になるか、うん、初期女性だから、まあ、乙女がこの2008年から始めたとしたらここにいたんだよね、うん、その直前がほら、あの香原朋美ダメになった時あるでしょ、うんうんうん、問題になった時香原朋美さんって獅子座に星てんこ盛りなんですよ、うんうん、その時女性がここわーって通っててね、やっぱり星が集まってる天体のところに大きい惑星来ると全部ダメなんだよね、うん、1,2,3,4,5 でホップステップジャンプみたいな、この人なんかの強烈なものをすり抜けたというか通り抜けて選出されてるって感じちょっとしませんか。そうだったら土星がその時どうなっ、土星同士がオープンになるってことだよね、うん、それはトランジットやっぱ出してみたいところですね、うん、それだから一番その予備選とかの時期でしょ、時期だよね、その時期ね、うん、でしかもまあ土星が太陽にもその時乗ったわけだから、うん、何か結果というかこれまでの結論を出さなきゃいけなかったんだろうと思うね。それで一つ形を結んだっていうことにはなるんでしょうね、うんうん、だから突然のなんか棚からボタムじゃなくて準備されたものがここで結実したんだと思えばいいと思うし、うん、あとやっぱり汗も癖もでかいね、その時はね、うん、そう思います、うん、そっちがトランジットでは結構強いのかなって気がしますね、うん、その時はね。でも個人のネイタルの強さってものはやっぱりちょっと感じられないんですよね、いろんなものが相まってって感じもあるし、非力ですな、非力だなって思うな、なんか何かの都合って感じがするね。あとやっぱりまあ可能性があの上昇してって金星にトラインかな、この辺り水と土っぽいかな、そうでもないかな、獅子、うん、ちょっと分かんないね、なんでだろうなんでかって、でもまああと、うん、でも一番だからよく聞いてるとしたら、はい、うん、やっぱりあの彼はほらあの喋りが非常に分かりやすかったっていうのがあったので、それ彗星とその、うん、
最高のね、土星木星とのポジションっていうのは非常に強烈に作用したっていうのはあったんじゃないかな。まあ、アスペクト的には大きいよね。うん、でしょ。これこうやってその太陽弱えっていうところばっかちょっと目がいっちゃうけれども、うん、彼の個性として結構大きいのはそこなんじゃないのかなっていう気がしますよね。でもそれさ、大阪の橋本知事と同じで、うん、一般大衆向けのなんかアピールがなくなったらすぐ政治的基盤なくなっちゃうと思うんですよね。モティブというものがあるだろうから今非常にちょっと弱い状況になったりするんですね。そしてはあるよね、アスペクトいっぱい。トラインもここできてるし、うん、セクスタインもできてるし、うん、で、そこはだからな、あれ、うん、あの月海王星はオポじゃないんだよね、うん、なんか朝廷気味に見えちゃったりするけど、うん、面白いね。ちょっとずれてるね。で、だから、そんな感じで、そのトラインで見ると、その水星と海王星、うん、トラインっていうのは、だからね、その2つが、あの、まあ、ほら、その両天体のアスペクトって、うん、まあ、いわゆるさ、あの、嘘つきのアスペクトじゃないですか。うん、で、まあ、ソフトアスペクトだからね、非常にうまい具合に。で夢のね、なんか絨毯にね、乗っけてね、みんなを夢見させるみたいな、うん、あの最初のさ、就任演説がすっごいいい感じだったじゃないですか、ね、あれ、なんつったっけか、なんか、なのに覚えてないですとか、あれで、イエス・ウィー・キャン、うんうん、そうそう、で、私たちはでやれるんだみたいな、力強さがあったが、まあ、スピーチ能力なのかな。まあ一番はこれ見ても思えるのはそれだろうなって気がしますね。だからその衆院、あ、そっか、予備選の時にいっぱいいろんなとこで演説して、しかもあれツイッター使ったんだっけ、あ、違ったっけ、なんかウェブかなんかでバーッと広がったですね、みんなの間でね。それやっぱりこれだよね、水星海王星力だよね、使ったって意味だよね。そこに対し、その、うん、そこの軸に対して、ね、うん、両脇挟むように、うん、あの天王星がその土木に陰魂でしょ、うん、あ、こっち陰魂じゃん、ね、で金星がやっぱそこに対して陰魂でしょ、うん、あ、こっちか、うん、ヨット、うん、セミヨット、うん、面白いなって気がする。セミヨットはね、ヨットよりもね複雑っていうか、だから改革への意思っていうのがものすごくあって、うん、自分の美学が非常に主張できたっていうのがあると思うのね、うん、だから本人の意思っていうのはアメリカがこういうようなパーソナリティを求めてて、それに対してスピーチがドンピシャハマったって感じだよね。それがトランジットの影響ということで、こう、うまい具合にまとまったのかなっていう気がしなくもない、うん、政治家の層っていうことを考えた時に、うん、あのね、もっとじゃ政治家としてのこう政策実行能力とか立案能力とかっていうものをが果たしてそれ実務的なレベルでこの、あのチャートから見れるのかっつったら、ちょっと危ういものがね、そうだね、あるね。なんかちょっとブレるね、これからアメリカとかもっと強い大統領って言われた時には追い落とされる可能性もあるよね、うん、今度また予備選とかこう新しく変わるのいつなの、4年だからもうそろそろ、ね、そうそうね、来年始まるんだよね、だって、うんうん、ねえ、ちょっとそんな感じです。だからここの場合はオバマの場合は太陽をじゃあどう使ってるの、むしろ弱いねっていう感じになっちゃう、ね、あそこの追憶とかさ、上流ってとこからね、考えたり。だから、まあ、彼がだからそのもともとだってさ、この水星ってさ、さっきやってた獅子の初期度数でしょ、うん、何度ですか、あ、水星がか、3度だもん、違うか、3度だもん、3度ってなんだっけ、3度は、あれですよ、バーンじゃなかったっけ、それをスモータックスノーブラ、ノーブラか、うん、あ、これだからまだ勢いはあるよね、うん、だね、しかもどんなんだっけとかさっき言ったばっかりだったのに忘れてたらどうするんですか、覚えてる、エスさんは、え、何ですか、ここは生命力を、うん、充填してれば、それをやっぱり人に広めるとか、自立のための気高き営みってなったよね、吉本バナナさんと同じように、なんかちょっと圧力があってもやっちゃうんだけど、うんうん、あ、常識の限界を突破するとか、あれってじゃないですか、あのアンチエイジング度数だよねって言ってたとこだから、
逆らうんだよね、自分の限界みたいなものね、うん、イエス・ウィー・キャンもそうだよね、この現状を突破していこうみたいな、うん、そういうのはなんかみんなの黒人の置かれた状況っていうについてもそうだしね、変わっていこうよみたいな、だからあれだね、イメージで大統領になっちゃったって感じがすごくしますよねそんなでなれるとは思わないけど、ね、すごいな、その言い方、ドンピシャにハマったんだ、大丈夫だって、うん、今度さ、だってサソリにさ、土星入るでしょ、うん、したらあれか、だってスクエア取るじゃん、ここそこでね、太陽とスクエア取りますから、そうすると結構厳しいかね、うん、でしかも MC だからね、うん、で今、冥王星がヤギに来てるでしょ、ここか、この辺りですね、ここはなんか取らないっけ、取らないか、ね、カニの頭にあるのが金星、うん、あ、ここか、冥王星金星、なんかスキャンダルとかな、まあスキャンダルないと思うんだけどね、何で思うとされるかね、金星、カニ、うん、あと天王星は今、天王星はここ、うんと、今の天王星、魚に関心が来てるかもしれない、今天王星がこのあのやつに、うん、あの何、天王星がお羊の8度ぐらい、あ、この辺り、その辺 でスクエアになって、うん、スクエアになってるのが、うん、冥王星のその8度っていう、うん、あ、ここか、あ、こことここがこうなってんだよね、そしてこれがこう、どうこっちはトライね、だからやっぱりこの人自由主義っていうかフリーの方側の方を担ぐと思うんですよね、そして共和党じゃない方だっけ、共和党の方がなんか保守派のところから突き上げ食らうと、突き上げが来る、うん、来る、そして土星はどっちの味方よ、冥王星と天王星の、これどこれからの動き方次第でしょ、それ今の位置が天秤の終わりでしょ、だって、ね、それがだから初期度数にこう入っ、サソリ初期度数に入ってったら、冥王星の味方なんだよ、冥王星の味方、ミューチャルなんだ、あ、そっか、ミューチャルなんだ、あ、そっちも大きいか、アスペクトで言ったらだってこんなの、お羊とは陰婚だしね、そっちもそうだね、ダメだね、木星がしかも今双子入ってきてるから、まあいろんな出方がするな、でも土星が大きいね、土星がスクエア来た時どうするのかねって感じはしますけどね、だからね、自由な立場っていうかある種のアメリカの自由のアイコンではあり続けるから、うん、何らかの役職を得たままなんだけど大統領の地位からは追い落とされると考えたらっていう可能性は結構高いですね、でやっぱり今その太陽が弱いっていうのが本当大きくって、うん、この人よくよく考えたら弁護士でしょ、だってもともと、あ、ね、ハワイの ねっていうと、あの人は、ゴアとかもついてないんだもんね、うん、あの人はクリントン、だから弁護士だっていう側面においてもやっぱりだからその推薦優位なっていうあり方で、そのさっきのセミヨドっていうあたりは結構やっぱそっちで強くこの人個性動かしたらいいんじゃねえのかって気がするけども、そうするとまあ前から私が言ってるところもね、じゃあそういうアスペクトはもろもろ、アスペクトのもろもろの天体は太陽のためにどう使われてんだっていうふうに考えた場合に、じゃあどうなんだろうっていうね、太陽のためにどれもさ、なんか覚えてないじゃんみたいなっていう気がしてきてならないんで、だからこの人だからそうやって、じゃあ自分もう一回一番だから最初にこうチャート見る前に私言ったように、その自分のねその出自っていうものに鑑みた上でのね、そういった階層っていうところからじゃあ動機が始まってるっていうふうに考えてもいいんだけれど、ハワイのアメリカ人の黒人がね、そういったものがじゃあこういったいろいろ政治活動して弁護士としての活動をやってきて、それがこうやってアメリカ大統領まで上り詰めたわけだけれどもっていうふうにして思ったけれども、じゃあその後何するんだっつったら何もなかったって話だろうねっていうね、執着ないんですよね、来たらね、時が来たら変わるし、あとやっぱりさ、さっきの天皇制がまだまだここ効いてくってことは、どっかシンクタンクでも作ってそこで水質が変わってきそうだけどね、あ、なるほどね、まあ、うん、弁護士としての活動もしながら、うん、政治のところには一つなんか足がかり置いたままみたいなね、やっぱそういう言論の
スタンスでこう政治に関わっていくっていう感じになるのかしらねっていうところでしょうかね。じゃあこの人のさ太陽っていうのはもともとのそこ、まあ、コンプレックスとまでは言わないけど、うん、自分のアイデンティティをどうするかってことに、うん、使われてるよね。そう思いますね。こんな風に考えてみると、すぐに太陽出る場合もあるよってことね、うん、いやなんかいい読みだったな。やってる時どうなることかと思ったけど、太陽よえよえってずっとさ言い張ってて、ね、なんかそういうやり方もある。落としどころは見つけるよと、うんうん、そこはすごいな、うん、私がとかつってじゃあ、そのドラマ以外は行った方がいい行った方がいいっつうか、見る人います？他に言われてもいいのかね。バラクオバマ、あーモーパッサン行ってみる？モーパッサンも皆さんモーパッサン読んだことある？出してないよ。出してない？エレファントマンだよ。エレファントマンか、やる。エレファントマンどうしようかな、行ってみる？じゃあバラクオバマとすごい対照的なって意味ではエレファントマン見といてもいいかな、うん、ね、自分の出自っていうことで、ね、あー、はい、うん、シューサウンドだよね、うん、違う違う、つか、うん、ね、じゃあバラク・オバマと追憶なんだよね、うん、ここね、オバマとあとエレファントマン、うん、エレファントマンっていうのはあれは何だろう、別称みたいなものであって、うん、本名は通称ですよね、うん、ジョセフ・メリックという、ジョセフ・メリックってこれ実在の人物、実在した人物ですね。これ映画になったんですよね、うんうん、デビッド・リッチがジョメリックじゃなかった、ジョセフ・メリック、あのジョセフ・メリックって書かれてもいますけど、うん、そのね、なんかチャートのやつはジョン・メリックなんで、うん、映画でも自分のことジョン・メリックって発音してた気がする。本当よく覚えてますね、うん、すごいですね、うん、覚えてるのは覚えてます、うん、どこだっけ、これのどこだっけ、2番、左から2番、それです、これ左から2番目、これ、はい、うん、これをワップすればいいのですね、ちゃんとね、あ、ほんで、あ、ごめんなさい、で、右から2番目のタブ、あ、点滅してるやつ、点滅してこれ、そうする、をアップすれば、どうしよう、ね、で、まあ、そこでと、はい、そんな感じで、うん、オバマよりも強い、うん、ここ、ここと月か、うん、月とお羊、あ、火星でグランドトラインの、しかもカイトできてるじゃないですか。これどっちかね、 S さんか N さんかどっちかってね、カイトどっちだっけ、カイトあるね、うん、N さんだけど、カイトっていうのは力強さもあるけど自分の中で充足してるって考えてもいいかな、ですよね、周りでね、目的意識があるけど、つまり三角形で自己充足して、その使命感が向かう先がこの矢の魔物界だって見えますよね。だからここ手の線ですね、ここがファイナル見て、これアスペクトもギリギリ入ってるのかな、アスペクトどんな感じ、太陽が13でしょ、で月が月も13、14か、オーブ1度ぐらいしかずれてないね。で火星は火星が15、15、だからもう1度か2度の誤差しかなくて、こうピッて通識したグラトラだね。あ、そこで真ん中天王星が、天王星がちょっと下見える、で19とか、これだけちょっと見えた、ちょっと軸が斜めった回答って感じですね、でもでかいね、大きいですよこれ、うん、でアングルにも言ってるの、これ時間は正しいのかな、うん、そうです、一回さっきのちょっと、うん、これが出る、あ、ごめんなさい、あの左から2番目のタブ、これ、うん、あ、レーティング X なんであんまり当てにならないデータですけど、一応でも時間は出しました、まあ、うん、そうだね、あとその身体的なもので、ね、まあ、まあちょっと奇形っていうんですか、ね、いう感じなんだけど、それはどこで見ます、やっぱり6室見るしかないなと思うので、体のね、うん、身体用のここ、うん、でそこが、うん、
面白いことはさっきのオバマと同じようにその木星土星のゴールがそこにあるんだけど、それアングルにだからがっつり乗っちゃって、で何アセンダントに海王星があるっていう。オバマもここ木星土星だっけ？反対側だった。反対側だった。確かにさっき。ねえ、これがじゃあどう緊張感を及ぼしてるかっていうか、土星くっついてなかったら例によってカリスマアスペクトなんだけど、でそれがねどんな風にこうやってじゃあくっついた時、でサインの意味はしかもアングルアセンダントディセンダントの軸にこうやってくっついてくると、やっぱり身体性としてねでっかい差が出てくるんだろうなと。という風な考え方をそれ後付けはできるんだけれども、もしもこの人のね容姿とか抜きにしてみたら、コミュニケーションにものすごくそれが出てくるわけじゃないですか。海王星も水星、そうそうそう、自分自身が海王星である、そういったなんか自分のだからそれ容姿って考えなくてもいいけど、自分自身がすごくこうなんか薄らぼんやりとしたアモルファスな感じであって、で相手からのイメージが土星木星でね固定され拡張されていくっていうのが順番だから みんながみなしたイメージがどんどん自分の気持ちとは裏腹に拡大していっちゃうよね。全くそうだね。そういうふうな身体感覚は抜きにして、人とのコミュニケーションにして対人関係のあり方がそんなふうにこの軸ではそうやって読めるよね。あるよね。でしかもそれが6質もう乙女でできてるってことは、乙女というのは他者との調整みたいなものだから、絶えずなんかそれにさらされて自分がどう向き合うかってことを強いられますよね、どうしても、そういう感じでしょうね。悪くはなる。これがどこ緊張 T になってるのかな、 T スクエア、ああそっか、貝とかせっかくできてるのにそこに対して T が入ってるっていう感じ、だからむしろ人にどう思われるかっていう緊張感がこの人の使命感って大きさをもたらしたままでもね、どう向き合えば生きていけるのかみたいなね、しかもこれ10室月ですか、9室か、あ、9だ、9、10、11、19、でも9でもね、MC 何度前だっけ、20度前か30度前、ゴーグルデータでも一番強いよねって言われてるよね、ぴったり言うよね。だからある種なんか名声っていうか名前が広まっちゃうよねって感じだよね、月だとね。私もそんくらいの軽みだとなんですけど、あ、そうなの、だってなんか MC で出ない場合として、デベートして取ったらなんだそれは使い終わると思うんだけどね、で8度ぐらいじゃないですか、だって MC ってさ、本人はじゃあここさ、オバマよりもさ、この太陽は組み込まれてるわけだから、どういうふうに追憶っていうか、まあ、自分の上流がなされてて、知恵の上流っていう意味合いで考えると、その一室にあるその火星と、で五室にある土星、で十室が九室が九室にある月、このトライグラトラでしょ。でそこを考えてるときに、自分のだから社会性っていうものがどうしてもその、さっき月に注目されたように、それでまあ名声を勝ち得るっていう風な部分はあるんだけど、それだけじゃなくて、じゃあそこに火星や太陽がどんな風に関わってるのかっていうと、やっぱりこの、ね、自分、自己実現がこの中です、このなんとグラトラの中で完結してしまうわけじゃないですか、ね、でそこに対してじゃあ月に今この、ポジションで天王星があると、そういう回答なわけだけど、そしたらさっきの北原さんの説明をちょっといじると、だからなんつったらいいのかな、自分のその知の上流化っていうのはね、知や上流していくかっていうことはどうなるかっていうと、革新的なものを名声として上げるっていうことがね、自分の中の革新的なものによって名声を勝ち得るっていうことで、ようやく自分が社会的に認められるっていうかね、そういったところでこう、自己実現せざるを得ないっていう、でそれに対してだからその、
アセンダント、ディセンダントのそのディスクっていうのがかかっちゃってるので、そのコミュニケーションのあり方っていうのがね、こういびつになっていくんだろうなっていう。そうだね、だから自分が一番苦しんだことによって世に出ちゃう。そう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 、しらたくえばそうです。ありがとうございます。じゃあ鈴木さんだってできるじゃん、一番自分が苦しんだことによって赤裸々に出して。だってちょっと配置も何も違うんだからさ。まあでもさ、さっきのオバマに比べたらね、あの状況がどうであったとはいえ太陽を行き立った感じはしますよね。っていうのはありますね。あのでも MC がだから月ってのはやっぱ弱いんだろうなって気がして、MC 月弱い？なんか芸能人とかね、うん、割と多いですよ、うん、多いんだ、まあ、だからそれどうしてもだからさっきおっしゃったように夢な、うん、夢になっちゃうとかいう部分があって、うん、だそれは何て言うかな、うん、もう自分のパーソナルの部分がそうやって抜き出しになっちゃう、外に出てしまうから、うん、どうしても何て言うのかな、意識的にこうね、うん、社会性を自分で世に打ち出していくって感じじゃなくなるから、ね、うん、なるんだ。天野美恵ちゃんもそうだよね。天野美恵がそう、うん、ちょっと待って、今9時になりつつあるじゃん。頑張ろうよ。次行こう。喋りまくってるね。ね、で14度と15度か。よし、2番は頑張るよ。チャカチャカって。じゃあもうちょっと映画とかのこんなもんでいいですね。そう。だってお二人さんにね、うちらの11時コースをおすすめするわけにもいかなかった。ですよね。これは鎌倉は早く出ないとダメなのよ。ちょっと。すいませんね。しかもタクシーさ、捕まらないもんね、あれね。駅前のタクシーのやつが。よし。よし。じゃあ行こう。ヒット。思いついたように中断みたいな感じですか。いやでもそういうものなんだなってことで。なんかちょっとさ、先生術深めていくと多分人間解釈が面白くなってくると思いますよ、うんうん、見えてない部分いっぱい見えてきてね、うん、でも自分のことを解説してくれた時面白くなかったですか、原さんとかさ、ね、うん、そう、面白かったです ね、 ね、なんか普通の人、初対面の人が見て一遍通り言うだけじゃない、うんうん、裏側のとことかさ、気づかなかったとことか出てね。よし、じゃあ行こうか、自分は。じゃ行くか。佐藤さん紹介してくれた人、いい人多いね。真剣だよね。星に関してとかさ。それに甘えて、なんで9時までお前たちはやってんだよ。喋りまくっちゃった。あ、じゃあよし行こう。じゃあ14番は照明、はい、っての出てる。生命。生命か。次読んでもらう。これどういうことがいいの、自己実現の劇的な表明と書きました。はい、シンボルが外への生命のために機械を模索している人間の魂、機能とは自己実現への絶望と、もうここは割と簡単にもう、さっきがあれだったからはしょるってわけじゃないですけど、サクッといきましょうね。でそういうふうに、じゃあ13度ではその回想追想っていうのがテーマになって、自分もこれまでのことを振り返って、中から知恵の上流っていうのをそういうふうに走っていったわけですけど、うん、でそういうのを向かっていった次に、じゃあここで14度は何かっていうと、うん、抑えがたい自己実現の衝動を劇的に解放し、自身を魂にはっきりと語らせるとするっていう書きましたね、うん、さっき諦めたっていうか追憶に見えたのが全くここで燃え始めるんですか。あそこでも追憶は、だからほら、それ知恵の上流っていうことをして、はい、あの北田さんが質問してくださって、じゃあそれ人に伝えていくってのはないんですかって言ったじゃないですか、うん、あるわけですよ、それは、うん、でそういった部分が少なからずあるものを、うん、じゃあ今度はこの14のではさらにね、もっとそれこそじゃあ劇的にボンとね、自己実現の衝動っていうのをじゃあ出していくんだと思います。もう伝えるべきものは13度で蒸留されてきてるから、そうそう、見えてきてるので、うん、まとまってきてるから、うん、それをじゃあ今度、うん、じゃあずっとこの一度から言ってることだけでも、うん、いかにこう自己表現のテクニックを磨いて劇的に表現していくのかというね、うんうん、それがこの14度でのテーマっていうものなんですね。全部自己表現のためのなんか準備がなされてる感じですね。そうです、一度からはずっとそうです、うんうん、でも一度の劇的な表明よりはこっちの方がこなれてるわけですよね。そうですね、一度のあのバーッと頭に火が昇って火が吹き出してるようなのとはちょっと違っていて、うん、この明らかにその11度から14度までのこの成長過程では、ね、うん、こういうふうにあの背中に向かってるっていうね、うんうん、
抑えがたい衝動ってことは焦りはあるわけですか、うん、いや焦りじゃないです、うん、焦りというよりもその、うん、やむにやまれず出てくるもの、うん、その13度でその知識が蒸留されて、うん、自分の中にこう、うん降り積もったもの、溜まったものっていうのがあるわけですけれども、うん、もうそれを出さずにはいられないっていう、うん、人にこうやって説明してこう、うん、訴えたくてたまらないという、うんうんうん、じゃあここでもう行っちゃっていい、うん、行っちゃっていいですね。あのね、さかなくんがいるんですよ訴えたくてたまらないみたいな早くて、早いっすね、なんかもうさかなくんもう魚について訴えたくてたまらないじゃない。もう知ってることを蒸留された知識をもう出したくて出したくてたまらないってことですね、うん、まさにその通りのね、うん、場所ですよね。だから彼は自己実現をもうまんまそのまま体現してるんですね。もうそのあの知識をもってして、うんうんうん、東京海洋大学でしたっけ、ね、あそか今教授になったんだっけ、ね、すごいね、うん、だって一なんか研究者とか、うんねまあ、趣味人みたいな、ねそうそううん、民間のそういう単なる、まあうん、な魚ファンっていうか、うんあのなそうだね、天文ファンが本当天文学の研究所に、ねうん、なっちゃっ入っちゃったみたいなぐらいのものですよね。後に続けって感じだけど ねでもこれぐらい純粋でピュアな切実さがあったから、うんまあ、それに共感してて誰も批判しなかったよね。よかったよかった。すごいすごいっていう、あそんな風に認められるんだっていうことをね、うん、あの自分のことには喜ぶ人って結構いましたよ、ねうん、ここ獅子がいい感じに出た場所だよね。ですね、本当そのこの真ん中あたりとしてね、うん、あとは、あげたい人いますか。司馬遼太郎言っとく。司馬遼太郎、どうだろう、まあ、っていうかな、まあ、あの自分がドラマチックな感じがするっていうことで、うん、そればっかりですインパクトするからね、もう魚くんでいいかって感じだな、うんね、じゃあ行きましょう。15度はちょっとあれじゃないですか、総括だからね、きちっとまた。ちょっとやりますか。うん、じゃあ15度いきましょう。もうさかなクンのインパクトでかすぎて、うん、他の人がかすんでるって感じだよね、うんね、このまま教授まで行ったんだけど、助教授講師、うん、もう一回調べましょういいよいいよいや、出してるうちに最後まで頑張ってほしいね